はい、えー、マスタートです、えー。おはようございます。こんばんは。えー、お仕事の前のお短いひととき、えー、お付き合いください、えー。おはようございます。こんばんはですね。はい、今朝の9時回りましたですね。えー、今日はイザヤ書の、えー、御言葉を触れてイザヤ書の、えー、34章ですね。はい、えー、16節ちょっと赤いマークマーカーしています。お読みいたします。えー、主の… 書物を調べて読むこれらのもののうちどれも失われてはいない。それぞれ自分の連れ合いを書くものはいない。それは主の口,か口がこれを命じ、主の御霊がこれ,をこれらを集めたからである。材書34章の16節。もう一度読み出します。主の書物を調べて読め。これらのものもの,のうちどれも失われてはいない。 それぞれ自分の連れ合いを書くものはない。それは主の口がこれを命じ、主の見た目がこれらを集めたからである。えー、感謝いたします。えー、仕事の前の、えー、短い時間お付き合いしてくださいました。ありがとうございます。今日の御言葉ですね。えー、なかなか、えー、仕事前で月曜日ですね、えー、また仕事が始まります。えー、ちょっと短いですけど、三言葉の時を感謝いたします。えー まあ、昨日は礼拝で今日からまた、えー、昨日からですね新しい週が始まっています今週も、えー、なかなか思うようにいかない日々ですけど、えー、人と共に歩む幸い恵みに扱っていきたいと思いますマサートです、えー、マサートのこの YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンとよろしくお願いします、えー、次回のクトとンフレーテでお会、ま、いたしましょう、えー、聖書一日一章からあのクトとンに、えー、注目しています、えー、なかなか今日は紹介する のみでしたけミクトバを感謝して、えー、マスターとしたまた次回のミクトのプレでお会いいたしましょうマスターとしたシエシアゲスパシャンプレゼンシャロムシャロム